こんにちは。さあ始まりました、西美学園チャンネル。今日も楽しくやっていきましょう、はい、ということでですね、本日はですね、皆さんに、いや生徒たちに重要な発表があります。おお、来ましたよ。はい、まあ、ちょっとやっぱりエンタメのね、はい、新しいイベント、新しい試み、そしてまたみんなで新しい空間を作っていくっていう新たなイベントなんですけど、はい、ということで紹介を送りました。エンタメといえばこの方、藤原さんです。はい、藤原でーす、はい、もう西美学園のエンタメといえば、はい、藤原さん、はい、このイベントすごいですよ。本当ですか。はい、もう早速発表しちゃいますね。しちゃいますか。はい、なんとですね、はい、今年度西美学園ダンスアワード開催したいと。おお、ダンスアワードです。いよいよダンスだけに特化したイベント、はい、ダンスのナンバーワンを決めます。おお、全校舎の中で、はい、これがですねすごい面白いイベントになってて、まあ、当然本大会あります。はい、本大会はあるんですけど、予選はですね、この YouTube をいろいろ巻き込みながら、西美学園チャンネルを巻き込みながらやっていくっていうイベントになっておりますので、まあ、その詳細はね、もう今日発表したいなと思いますので、はい、ぜひ生徒の皆さん最後まで見ていただければなと思います。それでよろしくお願いします。それでやっていきましょう。西美学園チャンネル。はい、じゃあ早速ですね、詳細の方を説明していきたいと思うんですけど、はい、まあ、分かりやすくね、まず1個ずつ説明していこうかなと思います。まずエントリーはこの動画から始まっておりますので、概要欄まで、はい、もう始まっております。もうここにあるんですね。はい、もうあります。はい、はい、ここにあります。なるほど。はい、なので申し込んでほしいです。予選は7月の13日に行います。はい、はい、無観客でやります。無観客？無観客です。これ大事です。はい。で、2会場あるんですね。はい、千葉会場と北関東会場に、はい、これ分かれて同じ日にやります。はい、動画を撮ります。はい、なので出演者はそこのダンススタジオに行って動画を撮られます。はい、はい、それが YouTube に出ます、この西美学園チャンネルに。はい、はい、夏休み期間に出まして、そこであの動画が公開されていきます。西美学園チャンネルに平等性を保つために2会場で同じ日に動画を撮ります。エントリー終了が6月の7日なんですね。はい、はい、6月の7日から7月13日までが練習期間みたいな、はい、感じで練習してもらって7月の13日に2会場で発表してもらうっていう形になります。あ、見たことないですか、韓国アイドル の、 あのダンス動画、はい、ダンススタジオで踊ってる。あります、あります、ある、あ る、 ある、はい、見たことある。皆さんも多分見たことあると思うんですけど、そういった形で撮影します。はい、それを YouTube にこうアップしていきます。で、これが面白いのが見てる方も参加型なんですよ。なるほど。はい、投票権があります。そのね、サイトもこう作ってありますので、特設サイトがあるんで、特設サイトあります。はい、藤原さんも参加できますよ。で、それ見て投票ができる。はい、そう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 、視聴者の投票プラス、あと審査員ですね、見ていただいて、はいはい、この総合点でこう上位者たちはね本戦に行けると。なるほど。いう形になっております。なので、これ参加型バンドとかやっぱこうシンガーのイベントっていうのはラブミュージックっていうイベントがあるんですけど、はい、まあ、それはねやっぱりこうリアルにその日ライブして審査してやっていくんですけど、はい、ダンスはいろんな人を巻き込んで最後その本戦でその子たちのダンスが見れるという形にしていきたいなと思っておりますので、まあ、生徒の皆さんね、思い切ってこう挑戦してね、募集していただきたいなと思います。西美学園では個別相談会を実施しています。ホームページから予約できますのでチェックしてください。西美学園チャンネル。初めての試みなんですけど、まあ、僕たちはこういった仕組みはね作るんですけど、やっぱり去年のラブミュージックと同じようにみんなでやっぱこのイベントを作っていきたいなっていうのも思いますし、各校舎ダンス上手い子めっちゃいるじゃないですか。いますね、うん、ダンス上手い子たちもやっぱどの校舎の誰が上手いかってやっぱ気になってるんですよ。そこで仲も良くなるし、はい、この子上手いなってなって、今の子たちやっぱそれで SNS とかで繋がりますからね。そうですね、まあ、そういった形でいろんなこうイベントをやっていきたいなと思っております。今のねやり方っていうのは全部この概要欄に書いておきますので、そちらもチェックしていただければなと思います。はい、はい、予選勝ち上がるじゃないですか、うん、その後の、まあ、本戦ってどんな感じでやるんですか。なんとですね、1月に行われるラブミュージック東京大会に出場できます。おお、もうこれはもう無条件で、無条件で、はい、そうです。その選ばれたこう上位者たちはラブミュージック東京大会で、なるほど、そこが本戦です。なるほど、はい、東京のど真ん中で踊れるわけです、ね、そうです。去年のラブミュージック東京大会と違うのはエンターテインメントの中のナンバーワンを去年決めたんですよ。はい、
今年はこうどういう決め方かはまだいろいろ協議してるんですけど、ダンスだけはもう決まってます。ダンスはその中でナンバーを決めます。グランプリですね。はい、グランプリです。なのでトロフィーを用意します。なので、はい、もうそういった部分でダンスはもうダンスだけっていう形でやりたいなと思っておりますので、はい、ぜひですね皆さんこう挑戦していただきたいなと思います、はい、これに参加して本当にダンスのナンバーワンになってもらいたいなと思いますので、はい、ぜひ皆さん募集よろしくお願いします。お願いします。そしてですねちょっと一つ注意点がございます。はい、はい、もうあのラブミュージック東京大会にダンスで出たい方、ダンスで出たい方は、これがあの無条件でこう予選になりますので、ラブミュージックで踊るのは当然大丈夫です。お客さんがいる中で踊るのは当然 OK なんですけど、はい、それはあの審査対象にならないです。こう審査対象はあくまでこのダンサーはになりますので、ぜひあのご参加していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。整備学園は転入生、編入生を随時募集しています。詳しくはお問い合わせください。整備学園チャンネル。学園ちょっと1個聞いてもいいですか？いいです。あの、まあ、顔出ししたくないとか、もしくは、はいはい、衣装の一つとして、まあ、被り物とか仮面被りたいとかっていうのはありですか？もう全然ありでしょ。ありなんです。やっぱりもう顔出ししなくてもダンスで踊れると思うので、はい、そこら辺はもう全然 OK ですよ。もう表現力が全て。そう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 。だし、本戦もね、顔出ししたくなかったらもう顔かぶってね、当然出て当然ナンバーワンになれる可能性もありますし、はい、もうそちらは全然 OK です。 OK なんですね。結構整備学園の先生って、うん、生徒と一緒に出たいっていう先生もいるじゃないですか。確かにいるね。それありですか？ありです。ありですね。一人までしかも。あ、一人まで、はい、これルール決まってます。一グループに先生一人まで、はい、そうです。なるほど、はい、なので先生が優勝する場合もあります。なるほど、はい、先生と生徒ね、はい、先生単独で出るのはちょっと NG です。NG、 先生の皆さんよろしくお願いします。わかりました、はい、生徒と先生、はい、で先生一人までっていう形でよろしくお願いします。はい、はい、掛け持ち参加ってありですか？あ、A グループと B グループみたいな。あ、なるほどね。同じ生徒が2つとか3つのグループのメンバーとして参加する。ああ、なるほどですね。ソロで何曲も出るのっていうのは NG です。はい、なんかソロとグループとかグループとグループとかそういう形だったらこう掛け持ちは OK です。あ、皆さんよろしくお願いします。わかりました。なんかグループの人数って制限あるんですか？はい、いや、グループの人数は特にないです。ないです。ただ100人ぐらいで来られると本戦に出た時にもうステージ乗らないと思いますね。なので特に決めてないです。はい、はい、たくさんの人数でね参加してもらうのは嬉しいですよ。そうですよね。それ盛り上がるんで。はい、インパクトありますよね。はい、インパクトあります。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ということでですね、本日はですね、皆さんに重大発表ということですね、整備学園ダンサーワード開催ということで、まず予選動画が楽しみですね。あ、そうですね、はい、本当に全員が見れますから、はい、あ、ということで、また新しいね、挑戦を応援するのがこの整備学園、はい、認めて引き出して応援するがね、私たちの校訓ですので、ぜひ子どもたちの可能性をこれからもね、ダンスという形で広げていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、本日の動画は以上になります。この動画が良かったらまずグッドボタン、そしてチャンネル登録をポチッと押してもらって、ベルのマークをポチッと押してください。整備学園グループ各種 SNS もやっておりますので、そちらのチェックもよろしくお願いします。ということで本日の動画は以上になります。また会いましょう。